どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。8月29日、今日の歴史3分講座。徳川家康の黒歴史、正室築山殿暗殺事件。本日8月29日は徳川家康の正室だった築山殿が夫の家康の命令によって暗殺された日と言われております。この築山殿という方はですね、徳川家康さんがまだ松平元信と名乗ってて今川義元の家臣だった頃に奥さんに迎えてるんですね。で、築山殿はその今川義元の姪にあたる人物だというふうに言われております。で、その後家康さんとの間には長男の松平信康さん、そして長女の亀姫が誕生してますね。ただ二人の運命が狂っていってしまうのは1560年の桶狭間の戦いですね。今川義元が討ち死にして、でその後徳川家康は独立を図って拠点を生まれ故郷の岡崎城に構えて、で後に今川家の宿敵であった織田信長と同盟を組むわけですね。ただ築山殿とその長男の松平信康さんはですね、まだ人質として今川家の元にいますので、まあ、当然見捨てるわけにいきませんので、どうにかしなきゃいけないということで、上野郷城というところにいた今川義元の甥である宇土の宇治長と宇治継をですね、まあ、上野郷城を攻め落として人質として捕獲して、で今川義元の後を継いだ氏真と交渉して人質交換をして、家康さんは築山殿と信康を奪還してますね。で、二人は家康の拠点だった岡崎に来るんですけども、築山殿は岡崎城内に住まず城外にあった築山というところに住んだらしいんですね。なのでこの方は通称で築山殿というふうに呼ばれております。で、その後ですね、松平信康のもとにですね、信長の娘が嫁いでくるんですね。この方、徳姫と呼ばれている方ですね。で、この徳姫と築山殿、嫁姑問題が勃発してしまいまして、この暗殺事件につながってきたというふうに言われてますね。まあ、信康さんと徳姫のもとには娘さんが2人生まれるんですけども、なかなか男子後継者が生まれないということで、築山殿がチクチク言ったらしいんですね。で、この年1579年の8月にですね、ついに徳姫さん堪忍袋の尾が切れちゃったんでしょうかね。夫である松平信康と、そして大嫌いな姑である築山殿に対する怒りの弾劾状12箇条をですね、自分の父親である織田信長のもとに送りつけるんですね。で、そこにはですね、後継者を産まない、女の子しか産まない、私のことを役立たずというとか、あとは築山殿が夫との仲を引き裂こうとしてるとか、で、これそういった嫁姑問題以外にも大きな問題が書かれてて、それがですね、松平信康と築山殿が織田家と徳川家と対立をしていた武田家と裏で通じてるっていうのも書かれてるんですね。武田信玄の後を継いだ武田勝頼と通じて織田信長と徳川家康を殺してほしいとお願いしてるとか、あとは築山殿は浮気相手がいて、お医者さんで元凶さんという人と浮気をしていて、その元凶さんを通じて武田家と連絡を取り合ってるとか、で、あと武田勝頼が織田と徳川を滅ぼした後は徳姫は武田の家臣の小山田に嫁がせると築山殿が言ってるとか、武田家の密通のこともここで言ってるわけですね。で、あとは夫の松平信康もダメでどうしようもない殿様だっていう風にも言ってるんですね。例えば自分の世話をしてくれた次女を殺してしまったりとか、あとは松平信康さん踊りが好きだったらしくて、踊りが下手だった人を気に入らなかったのが射殺してしまったりとか、で岡崎城下で踊りが流行って風紀が乱れてるのは、これはもう信康が本当に愚かな殿様だからだって言ってるんですね。で、この弾劾状を受けた信長はこの松平信康と築山殿を殺せという風に命じるわけですね。で、織田信長と家康さんっていうのは同盟関係ですけども、家康が家臣のように扱われておりましたので、その命令を受けた家康さんは仕方なく正室の築山殿と大事な嫡男である松平信康を暗殺切腹に追い込んだというふうに言われてんですね。で、先にお亡くなりになったのが築山殿で、岡崎城から浜松の方に呼び出されて、その途中にですね、佐鳴湖を渡ってすぐの小籔村というところで家康が派遣した家臣によって斬首されたというふうに言われてますね。で、今も築山殿の最後の地には学屈廟というね、築山殿を祀ったお廟が建てられてますね。あとはその近くには立ち洗いの池というのがあって、これは築山殿を切った時に使った刀を洗った池だというふうに伝えられてますね。で、その翌月ですね、9月15日に二俣城というお城に幽閉されていた松平信康が切腹に追い込まれて、信長の命令通り二人は粛清されてしまったということなんですね。ただこれ怪しいですよね。いや、何がっていうと
といろいろもう条件が揃いすぎてるというか、家康さんに有利な証言がありすぎますよね。で、私が今喋った内容はほとんどこれ徳川家の関係者が残した資料に書かれてることなんですね。で、徳姫さんがお父さんの信長にチクったというその十二箇条の断崖状というのも後世に修正過失された可能性が大いにあるんですね。だからまあ家康さんの不都合な歴史というのを信長のせいにしてじゃないですけども、家康さんは仕方なく正室と長男を殺してしまったんだと印象操作をした可能性もあるわけですね。まあ、最近この家康さんと松平信康の親子の対立が原因で家康が築山殿と松平信康を死に追い込んだんじゃないかというふうにも言われておりますので、まあこの時代親子の争いなんて日常茶飯事ですので、斎藤道三と斎藤高政をはじめ、あとは武田信玄と武田義信もそうですからね、どの大名家でも親子の間の権力争いというのは当然ありましたので、それが元になっての粛清劇だったかもしれないということで、江戸時代に神様となった家康さんの不都合な黒歴史だったのかもしれませんね。以上、8月29日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。